おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もウォールロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。昨日の動画と一昨日の動画かな、皆さんからいろんなコメントいただきました。ありがとうございます。どういうコメントかっていうと、ドローンがなくなった環境を割とみんな歓迎してるね。もうちょっとさ、こう芋ってね、なんかつまんない環境になるかなと思ったら、そうじゃないみたいで、そうじゃなく感じるのかね。少なくとも、今さ、前にがっつり上がっていったりすると、その火力でさ押し切れたりするじゃない。で、敵も火力に対してさ体力が脆いので、いや爽快感があるんだよね、まあ、今の現時点で、いわゆる強い武器持ってる人たちって。で、そういう人たちは多少スキルを持ってたりすると、スキルっていうのはプレイヤースキルね、プレイヤースキルを持ってたらほぼ無双になるので、いやね、そういう人たちのコメントはね、もうこのままでいいですぐらいのトーンだね。非常に歓迎してる。一方でですよ、一方で、ロケランを持ってない人たち。そういう人たちは、あまりいい印象を持ってないです。なんでかっていうとさ、タンク機体出してもさ、すぐ溶けちゃうから。フェンリル出そうが、インベーダー出そうがさ、全く歯が立たないでしょ。そんな人たちからすればさ、いわゆるロケランを持ってさ、その逆にこう対抗する手段を持たない人たちに比べたら、それはつまんないよ。一方的にやられるんだもん。そういう人たちもね、かなりの数います。コメントではちょっと少ないんだけれど、かなりいます。戦っててこの人たちはさ、つまんねえだろうなと。の初手に出す機体がいわゆるアングラ、タロクロアングラーじゃない人たちで、前上がろうにも上がりたくても上がれなかったり、いやーその武器大変でしょっていうような、そういう武器の人たちっていうのは多分つまんない。っていうのをね、ちょっと思うところあってですね、今の環境は私よしのいいとは思ってないです。確かに爽快感ある。だからドローンそのものがね、このままさ、このマイルドな状態で落ち着くのはね、割と思ってた以上にウェルカムかもしんない。だけれど、一方でそれに合わせて火力はね、バランス調整する必要がありますよ。今、この昨日の動画でも話してる通り、ロケランぶっ壊れすぎてるので、こんなんでさ集中攻撃食らったらあっという間に溶けていくでしょ。ケプリだろうがなんだろうが、もうね、アドリペかまそうがさ、2機に囲まれたらあっという間だよね。それだとさ、さすがにね、もうね、数ゲーになっちゃうわけよ。だからそれはダメで、少なくとも片側アドリペでね、耐えれるぐらいの、火力バランスにしようと思ったら、今の、このロケランはね、大きくナーフが必要だと思いますね。だからドローンのリワークはいいです。そのまま続けてくださいと。その代わりしっかり保証だけはしてねと思うんだけれど、それ以外のところではもう早々にね、ロケランはね、ナーフすべきだと私は思いましたね。そうすれば他の武器が出てくるので、他の武器に変えようっていう人たちが一定数出てくるから、まあそうするとさ、武器の多様性が出るわけよ。そうなってくると面白いよね。そうなってくると、まず次に出てくるのはスピア復権してくるとは思うんだけれど、でもスピア のその発射感覚だったら今のロケランでも十分いけっからね。ましてやさ、スピアだったらさ、今度はさ、射程の優位性を考えればハザードとかさ、その放射能武器が出てくるかもしれないしさ、いろんなことが考えられるので、このロケランさえさ、もうちょっとさ、もうちょっとじゃないな、かなりナーフすればいいバランスになるんじゃねえのってちょっと思ったりもしますね。まあ爽快感は減るかもしんないけれど、もともとさ、そうじゃないとさ、もうね、やっぱりね、つまんない人たちがやめてっちゃうので、そうなっちゃうとね、本当につまんなくなっちゃうゲームが。もう同じ人たちと戦い続けなきゃいけなくて、今でもさ、デュオなんか組んだらさ、もうね、それに対抗できる強い人たちが少ないので、同じデュオとさ3連チャグで当たるからね、もうそれだけでもうんざりしてるのにさ、そんなのがずっと続くかと思うと嫌になっちゃうからさ、やっぱりさ、その真ん中ぐらいの層の人たちのボリュームをしっかり維持するためには、もうちょっとさ、武器のナーフが必要かなとは思ってます。
こんなねちょっとさ運営寄りなさ発言するのはさ実は理由がありますって、まあ嘘なんだけど、何が言いたいかっていうとさ、実はね今日ね報告事項がありますね。ついに私のところにもですね公式ディス、のディスコードのサーバー、あの、ね、いわゆるクリエイタープログラム用の、専用のセッションっていうのがあってですね、ここに招待されました。どっから招待されるのか全然分かんなかったんだけど、ゲームの中のさこのさメールのアイコンから呼ばれるんだね。まだね中入ってないので、後からさちょっと今これあのエミュレーターの環境なので、ここでボタン押しちゃうとさ変なとこ飛んじゃったので、エミュレーターだからさエミュレーターの中にディスコード呼び込めないのね。なんで携帯からさ後からちょっとやろうと思ってんだけど、携帯っていうかスマホからね、まだ中入ってませんけど、これがついに来ましたということで、その報告をちょっとしたかったんですね。で、ね、まあそういうこともあってちょっとさあの運営寄りのさなんかひいきめのあのコメントしてますけれど、別にさ運営に忖度してるわけじゃないから、本当にね真にそう思ってんの。あのウォールロボット長く末長くやっていきたいので、ある程度の人口ボリュームっていうのはさ維持したいとなると、今のバランスだと本当にねお金かけてる人とそうじゃない人のバランスが大きな差がありすぎてさ、どんどん下の人たちやめちゃうから、それだけは避けたいんだよねっていうようなちょっと思いがあって、そういうことをちょっと語ってます。だからといってさみんなロケラン持ってる人はさ自重しろなんて言ってないよ。ロケラン持ってる人はさお金払ってんだから普通にやってくれていいよ全然。なので早いところナーフ来ないかなと言ってるだけの世界なので、来るまでは十分自分たちがお金払ってさ用意した権利なんだから、これは使ってくれて全然いいですよ。そこはね勘違いしない、そういうこと言ってるわけじゃないから。だから早くナーフが来ればいいのにな、とそうすればバランスが良くなって昔の武器とかも復権してくるし、より面白くなってくるっていうかね、工夫と自分のプレイヤースキルで戦えるような戦場が戻ってきそうな、そういう予感すらするからさ、早くこのさロケランナーフ来ないかなって本当に真剣に思ってますよっていう運営寄りの話で、もう一つ、報告事項があります。長いね、早く戦闘行けよって思うよね。運営がさ勝手に私のデッキにこんなもん置いてきました。これも困んだよな。なんで困ると思います。レベルが中途半端だから。いやーさ、エーテルはさ強いのは強いだから、特殊版のエーテルはね育てたいのはね本心としてある。次の、シリウスが来てもエーテルはそれなりに活躍できると思ってるので、やっぱね武器もさ、武器はね配られる時ってレベル20で配られるの、期待は75で配られるんですね。75って半分でしょ、先長えから。いやこっから金かかんだからさ、せめて100にしとけよと思うんだよね。武器のさ20はさ残り5はねそんなにお金かかんない、ここはねまあサクッと上がるだろうな、上げれるだろうなと思うんですけど、もう期待が長えよな。でさプラチナチラッと見るとさ9300あるわけよ、押しちゃいそうになるよねこれ、えいって。これさシリウスと新しい武器のためにコツコツとさ安いプラチナオファーを買い溜めてきてるんだよね。一応さクリエイタープログラムに参加してるのの人にはさ次のアップデ 8.8 で、配られると思ってます。新しい武器 と、シリウスに対しては新しいな、ライフセーバーみたいなタレットはひょっとしたらね配られないかもしんない。あと新しいさパラデインっていうさ母艦もね配られないかもしんないと思ってるんだけれど、タイタンはね、さっさと配られると思っていて、でそれをさっさとこのなんだろうな、カンストまで上げてね、皆さんにいち早く映像を届けできるようにと思ってさ準備してるわけで、配られる時はねレベル75の武器はレベル20で配られるからと思ってるのね。なので、いやーさ、これ使いてんだよな。黒いエーテルより白いエーテルの方がかっこいいじゃん。それにさ 5% 強いしさ。 5% 強いよね、確か 10% じゃないよね、 5% だよね、忘れちゃった。あ違う、 10% 体力あるのか、これ全然強いな、ますます押したくなるね。いやーさ、こんなもん勝手に置いていくなよお前、嬉しいけれど
嬉しくねえんだよお前、タイミングが悪いよ。次がさ通常機体のさアップデートだったらいいんだよ。次タイタンのアップデートだからさ、無駄に PT プラチナ使えねえんだっつうの。いやーさあもうどうしようかすげえ悩んでるけど、押しちゃいそうでさ、今日タイタン 10% オフでしょ。タイタン 10% オフだったらね全然押さない25% だったらやばかったね、 40% だったらもう速攻で上げてたね、やべえよと思いながら。という形でクリエイタープログラム入るとね、こういうさ臨時でさ配られることがやっぱりあるので、今、クリエイタープログラム目指してる方何人かおられると思うんですけれど、頑張ってね、頑張ろうよ、うん、ウォールボット、盛り上げるためにさ頑張ってさ、自分は自分でさこういう機体とかにお金払わなくて済むのでウィンでしょ。で楽しい映像をみんなにお届けできて、情報がお届けできればみんなに出してもウィンだしさ、でギブアウェイみたいな企画で皆さんにその配られる機会も一人、クリエイタープログラム参加するごとに、5名ずつ増えていくと考えるとさ、あれなのでウィンウィンの関係になれるからさ、今一生懸命頑張ってる人応援しますから頑張ってくださいね。はい、そういうことをちょっとお伝えしたいかなと思って、ちょっと前説長くなったね。早速ですけど一戦見ていきます。一戦はね特にメッセージ性はないです。相変わらず芋ったら負けるよっていう形でもう初っ端からガンガン前上がってますね。それで最終的にはリスガリまで持ってって勝ち収めてるっていうような試合、まあ今ねこういう試合ばっかっすよ。もう本当にこれが、勝ってる時はいいけれど負けてる時はやっぱりさ、味方が芋ってて前上がれない機体で芋ってたりとか、そういう人たちで戦い方が分かんなくて芋ってたりとか、そういう人たちがいるとやっぱり味方ガチャで負けるので、もう少しするとねみんなでさ徒党を組むことをさ学習し始めるとは思うんだけど、少なくとも今までマスター隊の子っていうのは前上がる戦いをしてこなかったので、もうちょっと時間かかると思うからね、もうちょっとさ我慢する必要があるかなとは思いますけれど、早めにね自分の頭の中で切り替えて味方と一緒に行動しながら前に上がっていくっていう戦い方、まあ若干その前に上がる味方よりも 3,4 歩後ろぐらいはいいよ。だけど一人で後ろにぼっちにいると絶対敵に狙われるからね、味方と一緒に移動した方がいいよと。で、ご存知の通りもう精錬ハーピーはやめた方がいい、もう全然刺さらないし、むしろさ邪魔、うん、そんな感じすらするのでやめた方がいいね。うん、火力としてさやっぱりもうねパラライシスが使えなくなった段階と、あとはさもうのシールド貼ってないのでシルブレのさメリットすら活かせないよね。それだったらさまだセラフとかそういう方が全然いいよって感じはするけれど、はい、そんな感じなので、まあ、一戦見ていきたいと思います。それではよろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップはデッドシティを引きました。初手はこの子タローンクローンアングラーで出てきます。まずは初手やることはタローンクローンアングラー、あーやっぱりいた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 、こいつと一緒に行動していくぞ。まずねガチでっていうかさ金つけてるのを使ってるやつさ、アングラーにタローンちょ俺前上がりてるんですよ、一緒にくっついていく。こうやってね、あおレジさんいるじゃねえかよ。でもさ彼は前出てこないと思う。なんでかっていうと2機で前に上がってるから勝ち目がないのは分かっている。上手い人ほどさこうやって引くから数で負けて、あでも俺とこ来やがった引いてるように見せかけて俺んとこに来やがったじゃあそれはさ初手はなんだろう、リーチを使うようになったんだな。あ、いや俺を狙ってくのよそして俺は消えていく。いやもうよっしゃタイミング悪かったぞごめん、もう目つぶしで一気にもうここで2対1になったらダメだから、こういう時ね湧いちゃダメなんだよ。湧いちゃうとこうやってやられちゃうから、うん、2対1になったらダメなんだよな。君も同じ、ここで来ちゃダメなところ、こうやって2対1になったら負けるから、そして俺はそこに母艦を落としていきたい。
あいつライススターさん、なんか森とかやってきたなんか、あれか、母艦だな、なんかこいつ届くとき、これやべえ、よし、なんだこれ、なんか、あれだな、マーキュリーとか懐かしいな、レマーキュリーの出てる、それ触るかやあ、この団子は超うぜ、やべ、これで俺が今度はぼっちになった。でも俺は消えていくやつだから、マーキュリー消えててもダメージは入るんだよな、このマーキュリー、でも、もう一回消えた、よいしょ、もう一回消えた、ここ、ちょっとなんかビーコンすげえ押されて取られてるから、まあいいやそしてここで我慢していきたい。これは、ちょっともう近く寄りすぎると見えなくなるからやめろここではさ、粘ってもしょうがねえんだけど、これちょっとあっち行くここで粘っても勝ち目がねえから、タイタン2機もいたらさ少しでもダメージ稼いで死んでいく、いや、いいだろう。さあ、って何出すかな、これがね、まあちょっとさ、ユイも今刺さってっからね、ちょっとビーコン、タイタン来てんだったらさ、タイタン出せばよかったな。いや、ここでさ、自陣脇のさ、エーテルだったらこんなもん、ちょっと、その診断持ってるところそばく寄るのやめてくれ。いや、でもね、そこね、失敗したな、こんなん全然もう、ね、エーテル出せばこの一瞬でやれたのにさ、まあいいだろう、もうしょうがねえな。湧いて湧いても勝てるから、あのリスチに近いんで、もうこうやってさ、あの味方の数どんどん増えてくるからさ、さすがに味方がもっとガンガン湧いてこないと勝てないよね、これなんだよ。いやいやさ、今はさこういう環境だからこうなっちゃうんだよね、どん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 湧いてくればさ、また違った展開になったんだけど、味方がついてこれなかったところに入るんだね。レイさんかわいそうだけどさ、味方ガチャでさ失敗したりもあるな。俺を撃たれるんだ、なかなか前上がってこれない。あ、ムック隊さんもいるね、敵もなかなかメンツ揃ってると。でもそれ以上に多分味方がさ前を押す圧力が強いんだな。いやいや、こう結構ね刺さるから、遊戯がさここに来て活躍してんだよねこのステルス飛行ができるのと、割とセラフと同じぐらい速いんだよね、確か。そして俺もこっそりとこう戻ってくるの、よしよしよし、いい、今言われてた、リスガリになってる、あの敵陣の中でさ我慢してるの、あれやるな、あれアサシンだね、力たまらんからナイス、さすがだな。そこでそうやってねヘイト買ってくれてると、もうね、もうこれでオフだね。エーテルでもさ、ロケラン3体に囲まれたらね、まず勝てないね。よしよしよし、まあいいや、そこはね、続いて、その無理に取りに行くところね。いや、誰だろう、もうなんかデスマークか、ピカピカって光ってる、デスマークだね。いや、強いと思う、言っとくけど。あれだと、あのイムギはさ意外と強いから、この環境になってねイムギすげえ刺さる。よし、そしてここ青色に変えていく、で全振りしていく、もう間もなく俺も飛べるから、よし、そして飛んでいく、あえてここをね守る必要性もねえから、あそこへ、ちょっと距離合わなかったな。俺はあのデピーマン持ってるからさ勝てんだよそして横あれしながら、もうアビリティ溜まるからさ、終わっちゃったね。もうこんな感じだね、もうね、あの敵はさ、ちょっと まずはリザルト見ていこうか。さあどんな感じだ、あんまり、3位だね。でも7ビーコン取ってるね、それなりに活躍したね。340万5キル7ビーコン GG で、まあ、こんな感じなんで、味方ガチャでさ上がる人がちょっと、やっぱりさこうやってね、
下のリーグの子がこうやって混ざったりするともうしょうがないんだよね。トータルの、うん、そうだよね、マスター隊の子だね。あ、でもこっちもマスター隊の子がいるね。そうするとさ、まあ、やっぱりさ、前に上がったか上がらないかの差なんだよな、やっぱりね。そうだと思いますよ、うん、ということで、皆さんも、前上がるように努力していきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それじゃあね、またね、じゃあねー。